あのニュースでね、えー、日本の,その中学校受験で塾に行くのがどん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 低減化してると、えー、もう昔だったら恐らく小学校5年ぐらいから行くみたいな感じだったと思うんですけどサピックスとかあの西条件とか四つ葉大塚とかねだけど、えー、と今もう1年生とかから入るってそうじゃないとなんか店員が何て言うんですか 満たされれちゃいまますよとかもう入れませんよみたいなことを塾側が煽ってるみたいでまあ,あとママ友達が焦ってお互いに噂し合ってるんですかね小学校1年ぐらいからもう入るとかいうのが出てきてるみたいなんですけどこれ本当にね脳を育むという視点からは、えー、愚かな行為でこれはもう日本の社会全体が愚かあの塾の先生方はね一生懸命教えてるんだろうし塾もその。 会社ですから利益を上げなきゃいけないからやってるんだろうけど社会の制度設計っていうか仕組みとしてはもう最低最悪ですね。日本はただでさえ賃貸してるのにますます賃貸してしまってそこら辺の話をちょっと今日徹底的にしますんででねあのよく入試まずねじゃあ入試ってある程度仕方がないだろうと、えー、じゃあいわゆるエリート校ね、えー、それがじゃ有名私立大学に行くエスカレーター校であれ あるいはその、まあ、東大とか国公立に行くようない医学部に行くようないわゆる進学校であれねあのエリート校ってのはある程度必要であるっていう議論は、まあ、あるんでしょうけどその選択の基準がねあのペーパーテスト一本やりであるってしかもそこに日本独自の偏差値というものがあってつまり塾ってのは偏差値っていう基準があるから儲かってるわけですあの方々はねうち、えー、に来れば偏差値上がりますよとそれで偏差値が上がれば、えー、いわゆるその有名 次第へのエスカレーター校かあの国公立、えー、まあだからい,い,いわゆる一流大学に行ける進学校に入りますよみたいなことでその、えー、と基準もまた偏差値だったりするわけでしょ入試のね。でこの偏差値ってまあこれ何回も言ってることですけど日本以外ないわけですよ基本。というかねまずだからハーバードはもう何回も言ってるんだけど別にハーバードが大した大学だとか言ってるわけじゃなくて。 あのみんなハーバード、ね、あの一つの象徴として扱ってるからただ取り上げるだけなんだけどあの偏差値って概念がないわけですよアメリカの大学はね。であのこれねものすごい根深い問題でねちょっと順を追って説明しますけどあのまずハーバードは SAT みたいな共通テスト標準テストのスコアで高い順化いれるっていうふうにはできてないわけですよ。俺有名なももの何回も僕言ってるけどその、えー、とハーバーバドに 受かったた人人と落ちた人の SAT、えー、と S その標準的なテストとねグレードポイントアベレージ GPA っていうその高校の時の成績の平均を見るとまんべんなく分布しているわけですよそのなんていうの。落ちた人も受かった人もバーってあるっていう有名なチャートがあってだ日本みたいにその点数の高い順から1点でも高い人を入れていくっていうことになってないんですよ。で日本的な入試、つまり点数1点数でも高い人から 入入れてていいくっていう入手をした場合には、ねえー、と偏差値って計算しやすいじゃないですかっ偏差値って結局単純な話なんであの要するにその人の点数から平均値引いてでそれかる1 0オーバー標準偏差プラス50っていうすごく単純な数式ですよだから偏差値が70の人っていうのは、えー、と平均値からの点数の差が、えー、標準偏差の2倍あるってことですよね。でそういうい単純ななな統計的な数値なわけですよ でそれをやるためには基準がなくちゃいけないでしょみんなの同じのだからよく言われるその動物で言うとさあのキリンとゾウとなんだうーんメダカと羊となんでもいいんだけど猫とそれを同じ基準で評価して偏差値がいくつっていうのはナンセンスじゃないですかでも人間の脳って元々はそれ多様なものですよねだからそのハーバードはそもそもその、えっと、入試の基準を明らかにしてないわけですよ何をやってるのかってで アメリカ人は日本みたいになんか何でも東大がいいとか兄弟がいいとかそういう信仰みたいな,なんかほとんどなんか一神教みたいなのはないんで八百万の神の国なのにんで入試だけそういう一神教になるのか全然意味わかんないんですけどまあでもアメリカでもそのハーバードっていうのは一つの象徴として扱われる場合もあるわけですよね。でなんかハーバードに行ってるってことをなんか言うのが H ボームとか言うらしいんだけど本当、まあ、そこにアメリカもくだらねえとか思うんだけど。 <coughs> でまあ、だからハーバードに入りたいっていう学生とかその入,れ入れたいっていうなんかサッカーマンみたいなお母さんもいるんだけど、あのー、分かんないんですよ <laughs> 要するに入試の基準が。日本って単純でしょあのなんで日本はペーパーテスト一本屋でやってるのかというとはっきり言いますね安上がりかだからですよ。なんかアメリカあのハーバーバドな何ぐらいいのか分かんないけどその おそらく3桁数,数百人ぐらいいるのかなアドミッションオフィスのフルタイムの人がいるわけですよね。でずっとその、えー、とアドミッションオフィスでその専攻のところばかり関わってる人がいるわけですよ。でそれはものすごくなんか複雑なプロセスで要す,要するに日本だって栄養入試っていうと個性とかいうと学力がなんか足りない人が入っていくんじゃないかとか言うんだけどちょっと待ってその学力って何ですかってことでしょ で日本の場合単純にその学力っていうのはペーパーテストの点数偏差値はい以上ですみたいなとこで止まっちゃってるわけでしょでも例えば今のそうだな僕マッドさんの話がすごく好きで Ruby の,の開発をしたマッドさんは僕前に話した時のことが忘れられなくて Ruby はね今でもあの大量あのみんなが使ってるプログラミング言語になってますけどあのマッドさんはなんか、えー、と高校の時に十数のプログラム言語を調べたとか言ってたかな でそのえっ、ー、と Ruby というプログラム言語を作ったんだけどこれすごいですよねもう天才ですよねだけどなんか数学さん高校3年の時の数学の成績が1だったっていうんですよね松さんによるとだからそういうことってあってあのまあ松さんやる気がなかったのかもしれないですねあの数学さんって微積分とかをらく数列とかそういうことを扱うのかなあのつまりう数学の成績っていう 視点から見ての評価とこのプログラム言語を作るっていうさこれハーバードだったら絶対合格その時点で合格なわけですよおそらくえだってプログラム言語を作ってそれをみんなが使ってるっていうそういう突出した才能を持った人は大学家としては欲しいでしょでも数学の成績っていう,う基準でやったらダメじゃないですかでそういうことってあって松川俊出さんもあの名古屋大学に入った時にこれ松川さんが聞いたんですけど あの数学ととか物理はもう満点取る自信があったと英語はだからこれも有名なエピソードですけどね増川さんがその英語を全くあのダメだったっていう。で英語はもう捨てて0点でもなあの名古屋大学に数学物理満点だから入れるって計算をしてそのまま入ったそうなんですけどそういう方っていらっしゃるわけです脳ってその個性があってそのね能力は人によって違うんですよ。でそうするとねの 点数加算して、で、上から取っていくって、日本型の入試って、個性を、まあ、素行として、じゃ。あ個性って何なのかって、むず、難しい問題なんだけど、で、それこそ。人がフルタイムで。向き合う問題なんじゃないんですか。だから、その日本の英語入試でね、やる気があるとか、まあ、そういうなんか印象だな。部活のね、リーダーやってたか、まあ、そういうなんか。そういうね。あの、なんていうかな。えっ、ー、と。なんか曖昧な指標で。 入試をつ決めてってその学力の低い人が入るみたいな風評被害があるわけなんだけどアメリカの入試もイギリスの入試も全部叡王入試なんです100%叡王入試なんですよ。でその,その重要な、まあ、要素としてあの本人の送る志願書だとかエッセイだとかあるいはその、えー、とインタビューがあるわけだけどでこれはだから人間の個性というものを限られた時間の中でどう評価するかということについての科学的な実践的な。 方法論なわけじゃないですか、ね。で、それをやってるわけですね。向こうの教育機関は。で、えっ、ー、とそれを常にやってるわけですよね。で、その結果、あの何ていうか、いろんな多彩な人材が入ってきて、多分4年間、まあハーバードなんかは、えっ、ー、とお互いにあい良い,い影響を与え合う学生が欲しいんだと。確かにだからその学校できごう えー、時間のうち教授からおそらマイケル・サンデルかなんかジャスティスの授業をするっていう時間よりもいわゆるハーバードでいうと,、えー、とハウスっていうんだっけあのなんかいろいろその、えー、とみんなが進職を共にするでいろんな専攻のメジャーの人がいるっていうでそこでお互いに影響を与え合うってうことが大事だからそこでいい影響を与え合う学生を欲しいとでそれってやっぱりでも点数だけで絶対分かんないわけですよね。で、あの 日本みたいなその点数振興というかあの持ってか要するに一番安さがいっていうか手抜きなんですよ日本の入試って簡単に言うと手抜きなんですよ日本の入試はあの真面目にそ今アラームになっちゃったんでねまた <laughs> いつもなんか忘れてるというアホやねアホですあのなんだっけあそうそう手抜きなんですよね個性を見る気がないんですよでだから日本の入試って結局あのー、なんていうかないかに 大学例えば大学入試と大学が手を抜いて大量の受験生をばけるかってそれで私立大学なんかは受験料で儲けてるわけでしょでそれでコストかけたらさあの儲からないじゃないだからペーパーテストでやるのが一番楽だよねそれだけの話なんですよ日本の入試ってのはね要するに手間暇かけて英語の,その、うん、と人材ヒューマンリソースの、まあ、お金とかもかけてやるっていう体制になってないんですよでもそれが結局今回問題になってるえっ、ー、と 中学入試の低年齢化っていう極めてひどいあの状況を迎えてるわけですよだってねこれ考えて,みてください僕なんかはね入試塾ってのは一日も行ったことないんですよ。<laughs> てか俺そもそも何て言うか人の話を聞いて何かが分かるっていう意味が分かんないんですよこれおそらく僕の脳の特徴なのかもしれないけどねなんか意味が分かんないんですよそのだって数学とか物理とか全部自分で読めばいいじゃないか <laughs> って思うわけですよ。 人のの話を聞くとかかるっていいうのは全然意味が分かんないわけだから YouTuber で呼びのりさんってこの先生僕素晴らしいと思ってるんですよ。呼びのり先生は素晴らしいなと思ってるんですけどでも呼びのり先生って長いでしょう尺が。誰を聞いて勉強はってかうか,分か,った分,かる分かる人はいいんだろうけど僕は呼びのり先生を聞くより自分で読んだ方がいいやと思っちゃうからあのまあちょっとパッて「あ呼びのり先生ってこうやってやってんだ」っていうのは見てるけどあのみみ自分自身は見ないんですね。だって自分で読んだ方が早いから。 でもまあ、じゃあ仮にそ,のそういうことをね、えー、話と話を聞くと分かるっていうことがあるとしましょうよ。ね、で予備校行くとそういうことは分かるとしましょうよ。でもなんでそれが受験の勉強じゃなくちゃいけないんですかってことですよ。だからそのもう国家的な損失なんですよねこれ。えっ、ー、と中核重視が定年齢化してあのなんていうか子どもたちが一番脳の育まれる時期を。 まあ、俺に合わせればくだらないだからこれもういつも言ってんだけどあの先に行けばいいだけの話でしょ例えば小学生だって相対性理論やったっていいわけ量子医学やったっていいわけですよ、ね、あるいはそのプログラム書いてあのすごい、まあ、マッツさんみたいな新しいプログラム言語を書いてもいいしさロボット作ってもいいしさでそれを何でその小さく前のやらにして入試の範囲内を延々とやってるんですかバカでしょはっきり言って何回も言うけどバカでしょ何回も言うけどバカでしょ もうう一回言うけどバカでしょ <laughs> だってさなんでじゃあ高校生も18までなんでそ高大学入試の範囲のことを延々と偏差値競争でやってらっしゃいけないんでしょうか。<laughs> バカでしょ <laughs> 何回も言うけど「バカでしょ? <laughs>」「バカでしょ? <laughs>」。あの、ま、テッドでねこれ彼についてはいろんなコントロバーションがあるみたいだけど僕はあのテッド2012年だったと思うんだけど行った時に。 あのそのカーボンナノチューブ使ってあのなんだす臓の検査をするっていうのをね発見発明してそれ15歳の少年が出てきましたよでそれやるためには例えばあの論文たくさん読まなくちゃいけないじゃない15歳で,でもそれは別にえネイティブだから読めるだろうけど日本の子どもたちもそっちの方向に行ってほしいじゃないですか別に小学生が Google スカラー使って論文読誘学ってさがんの新しい治療法とか iPS 細胞がいかに主要化しないで。 あのいろんな組織に行けるかっていう方法を提案したっていいわけじゃないですかでそれが日本のあるべき姿なんじゃないですかで「バカでしょ」なんか言うけど日本の入試って「バカでしょ <laughs> バカだよね」なんでこの範囲ででなんでその「バカ」の入試に、ね、バカの入試に合わせて子どもたちがまあだからさじゃあ必要額でねあのー、まあそうは言っても日本人はその公平公正が好きだから公平公正って言ってもすごい狭い意味で捉えてて。 であのなんだあのー、ペーパーテストの点数で上から入れていった方がいいよって思ってる人が多いとしましょうやでもそれもさまあちょこっとあったらいいんじゃないですか例えば6年生の夏休みぐらいからあじゃあ塾行ってあの中学入試のっていうだったらまだいいわだってんでそれ小学校1年から行くのよそれほとんど脳の勘おだよねはっきり言うけど脳の勘お もっと自然体験したいとかだって生物の多様性を見たりとかさそれぞれプロジェクト要するにプロジェクト型学習とかアクティブ,ティブラーニングとかそういう近代的なね傾向と全く違う小さく前になら君たちは12歳までこの中学入試のためのペーパーテストのアホか <laughs> そんなことやってどうするのマッドネスでしょ。いや脳の学習とかそういうメカニズムからしてももうなんか。 ガラスの天井があってここから先行っちゃダメよって脳がもうもっと先行かせてください量子医学と相対性理論やらせてくださいいや我が国では <laughs> 量子医学とか相対性理論は入試に出ませんからってバカか本当にもうね本当に最低最悪だと思うわあの、偏差値産業だからマッチポンプなんだよ塾ってのはさ偏差値っていう指標を作ってそれを売ってるわけだよもしやってお手の具材の偏差値はこれです そううじゃここで上げないと受かりませんに上げるためにはうち来てくださいって <laughs> っちゃうよねもうひどすぎあのあそれですごくねホンマに長くしゃべりすぎるとねこれ編集がめんどくさいんで本当はもっと長くってもしゃべってもよかったんだけどあの途中でアーム忘れててなったから切れちゃったからまた編集つないで吐き出すのめんどくさいんでちょっとそろそろやめますけどねそうそうマル,マルコモ・グラッドウェルがでアメリカの方がましでしょところがね カナダからマルコム・グラッドウェルっていうのはもう数々のノンフィクションの,小説あの本を書いてる素晴らしい方ですけどグラッドウェルがね面白いこと言ってて、あのー、これはね、あのー、なんていうかなアメリカとは言いながらアメリカでさえ SAT とかあるじゃないですかあのハーバードとか別に入試でガン無視してるけど SAT のスコアなんて、あのー、関係ないけどまあでも一応みんな気にするじゃないやっぱり SAT のスコアとか高い方がええんじゃないかなみたいな感じで。であのー そ,うそ,うそれでアメリカはカナダはスタンダードダイストテストがないってわけでそのマルコム・ル・ガールデルが面白いこと言ってて、あのー、なんあのこれ渡辺洋さんねあのシナーナ・マコトさんの娘さんでニューヨークで弁護士やってる渡辺洋さんにもらあの教えてもらったポッドキャストで聞いて面白かったんだけどそのと言ってもその例えばハーバード・ロースクールみたいなのはテストのスコアで入れるってわけでハーバード・ロースクールってなんかエリートってイメージがあるやんね 能力を見ると全然関係ないいらしいんですよその <laughs> だからどっかの州の州立大学の,あのロースクール出た人が意外とすごいあのなんていうかな法理論とかそういう実践において、えー、と素晴らしいことをやることが多くてハーバードロースクールがエリートだったのに単なる幻想だしい要するにマウンティングとかいうかアメリカにもあるわけだよそういうことがねそういう意味のないことが。でそのグラ,グラッドウェルがよ,りよくよく調べてみるとハーバードロースクールに入るためにはなんか 大量の問題を短い時間で解かなくちゃいけないっていうその能力だけを見てるっていうのは <laughs> なんか日本でニュ入試っぽいよね。であのその能力でフィルターしてるということがあってアメリカのハーバードロースクールなんかはでそれがダメだとつまりだからかより深い思考力とかよりゆっくりあの本質的な問題を考えるっていう能力はそこでは落ちちゃうってうことをねマルコム・グラトウェルがポッドキャストで主張しててああだからアメリカでもあるんだなって。 結局だからねあの結論から言うとね全ての標準化したテストは意味がないってことですね簡単に言うとだからあのなんか日本の教育だとよくピサスコアとか気にしてるじゃんあれも意味がないだから根本的な考え間違いをしてるってことですねだからある能力が突出してて他ののはダメだみたいなでもそういう人がこれからの文明を作るだから日本の場合はねそのイノベーションとか新しい科学技術を作ってあるいは新しいビジネスを立ち上げて パイ全体を大きくするような人を育むというよりパイはちっこくあるんだな最初からな。でその中での日本での,なんかなんかその入試とかいわゆる一流大学って言われてる卒業生ってそうするとパイを大きくする人じゃなくてパイはそのままでその中で俺の分を大きくしろっていうような競争をやってるってのが結局日本の入試でで。 それをなんかその偏差値産業である塾が、まあ、塾の先生とかは生活のために一生懸命やってるんだろうしね、まあ、そこであのきらめく時間もあるんだと思うよ子どもたちとの交流の中ででもシステムとして見ると最悪のシステムですよね日本の入試偏差値それに群がってる塾という産業そして経済格差の問題があるわけでしょ塾に行ける子はあのいいけど行けない子はどうなんだっていう。全てが最悪最悪低の システムが日本の入試だと脳科学的には脳科学的に言っては人間の脳を育むという大きな視点から見ると言えるということでございます。はいということで自由になろうよそろそろ、ね。自由になるためにどうすればいいかってことはみんなで考えなきゃいけないけどまずはその認識を改めないといけないです。アルコール依存症の患者さんの治療のためには自分がアルコール依存症であるというなんていうか現状をメタ認知するってことが大事だというふうに言われてますけど僕は日本の 受験会は偏差値依存症から症抜けてるためにはいろいろその方法論はこれから考えなくちゃいけないと思いますけど僕もいろいろ提案してますけど自分たちが偏差値依存症であるという現状をあの冷静にメタ認知する必要があるんではないかなと思います。またお目にかかりまにりしょう